月と太陽が交わりし時、世界は闇に包まれ、天空に現れし魔王の指はエクソダリング。黒き月のもと、双璧の月に慈しまれし二人の姫君。青い月の姫は国に捨てられ、緑の月の姫は親に捨てられ、向かうは魔が住まう島シャイナダルク。黒き月の王のもと、双璧の月の姫君は闇の虜となるのか、それとも闇を照らす輝きとなるのか。ここにもない、どこでもない、先が続く。
の後にもまた仕事さあボンボーちゃダメなのか魔王様それだ決まり決まりの国なら街まで街見渡せば悪くはならない予感がするね星の影